豚バラとごぼうの甘辛炒め、ごぼうと豚バラ薄切り肉。ごぼうを洗って5センチくらいに切ります。さらに4分割します。十分水にさらします。豚バラ肉は2センチほどの幅で切っておきます。十分経ったら水を捨てて下味をつけます。めんつゆ大さじ1、生姜チューブ、混ぜ混ぜ、全体になじませます。電子レンジで600度ブリュー3分加熱します。粗熱を取るために少し放置、水気を切ります。片栗粉、お肉にも片栗粉まぶします。多めのサラダ油で揚げ焼きします。ごぼうがくっつきます。片栗粉まぶすとき、ごぼうの水分もっと取るべきでした。良い焼き色になってきました。余分な油取ります。酒大さじ1、みりん大さじ1、醤油大さじ 1.5、砂糖小さじ1、煮絡めます。盛り付けます。白ごまのせて完成。お披露目来る？美味しそう。あ、こら。テーブルから降りて、いただきます。うま。くんくん。ごぼうの香りにびっくりしたのかな？